嘘か本当かでは発表してください。せーの、本当。本当。あら、 お互い本当、はい、おここですか。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします、はい。さあ、それではファイブカードトークスです、カードに書いた5つの質問を相手に投げかける。しかし回答のうち1つは真っ赤な嘘。お互いに1つだけついた嘘を見破れるのかということでございます。なのでまずは手札の中から4枚お取りください。すいません、僕父の遺言で絶対嘘だけはつくなって言われてるんですけど、そういうことですいや、これはゲームなんで大丈夫です。お父さんも許してくれます。嘘をついたことがないんですけど。嘘つけ、それが嘘だよ。あと親父もまだ生きてんだよそこも嘘なの失礼なことを言いやがって。いや、うち親父死んでるから。あ、ごめんなんでなんかそんなごめんな感じなんですけどさあ、4枚お引きください。はい、ですか。これは見えない。はい、で4枚取って、はい、ちょっとこの質問弱いな、変えたいなってのがあったらチェンジしても結構でございます。チェンジしていいんですか。チェンジしていい。ちなみにどのカードをチェンジ。浅草キッドの撮影で一番苦戦したことは。あ、これはなぜチェンジ。浅草キッドの話あんまりしたくないなって。いやいや、これ何のプロモーションだか分かってます。絡めてってですか。これめちゃめちゃいいカードですよ、うん、あんまり好きな作品じゃないんで。おい出てけいや、これなんか何となくこう、なんかこう想像も、まだ取材ずっと受けてるから今日は ね、 なんかね、いろんな話聞いちゃった、はい、嘘ついたらすぐ分かっちゃうから、じゃあ変えましょう。僕はこれでいきます。あ、矢倉さん大丈夫。はい、はい、では白紙のカードを1枚お取りください。そこにフリーの質問をお書きください。まあ今回は圧倒的に柳楽さんがフリっぽいですもんね嘘つくの下手そうですもんね僕はでもね、バレる嘘しかつかないんですよ。ん？いや、嘘つくなっていうそのツッコミありきの嘘しか僕つかないから。ああ、本当の誰かを騙そうとしてみたいな。そういう嘘って私ね、本当に妻ぐらいにしかつかないから一番ついちゃった人だから。やかましいわ本当に。なんだ突然なんか字が分かんなくなるわけ、okay、できた。はい、はい、さあ、それでは、一つの質問に対して制限時間は90秒でございます。そして5つの質問のうち1つだけは真っ赤な嘘で相手は答えます。見破ってください。さあ、それではまず柳楽さんから参りましょう。じゃ、俺出されたらもう90秒で答えなきゃいけない。そうです、90秒で見破ってください。はい、いきます。忘れられない場所、思い出の地、原点に立ち返らせてくれる場所は。スタート。忘れられない場所、うん、思い出の地。それはもう北海道でしょ。だってもっと具体的にってことかな。うーん、そう、やっぱり北海道に、うん、カリー軒っていうカレー屋さんがありまして、で私大学時代からお世話になってるところで、まあ、カレー屋さんなんですけど、ハンバーグがとっても美味しいんですね、うん、またテレビなんかで紹介してますけど、やっぱその大学からずっとこう僕を見てくれてるおばちゃん、おじちゃんなんで、本当になんかあれなんですよ、久々にこうそこのハンバーグを食べたくなってお店に行くと、ああ、ようちゃんお帰りって言ってくれるんですよね。カレー屋さんなんですよね。カレー屋さんの基本カリー家、カリー家ってカレー屋さんにハンバーグなんですか。でもハンバーグが超有名なんです。はぁ、もっと言うと僕がそこで一番好きなのはナポリタンなんですよややこしいエピソードだなもうそこのおばちゃんが僕のことを、うん、まあ、チームナックスのことをね、はい、大学の頃から見てるんで、もうナックスミュージアムと言ってもいいぐらい、うん、もうナックスの昔からの資料がいっぱいあって、うん、ファンはみんなもうそこ聖地として、はいはい、そばへ、ダメですよ、90秒以内にエピソード収めないといやいや、これもう問答無用で止めますから。いやいや、多少こぼれるぐらいいいでしょう。ダメです。カリー気になるとこですけどね。ハンバーグちょっとこの後の続きは一切聞けないっていう。いやいや、もういいでしょ、多少こぼれて聞いても。ダメですさあ、では高校大泉さん、質問を出してください。ちょっと簡単です、これ。はい、いきますよ。
90秒、はい、どうぞ。スタート。私の好きなところは、いや本当にない。いやないんだったらないで。ごめん90秒しかないから黙って。いや本当いっぱい聞きたいんだ。なんですかね、やっぱりこうムードをしっかり作れる主演としてのこう雰囲気ですかね。やっぱ大泉さんいるとやっぱりこうちょっとこう張り詰めたシーンとかでもスタッフがちょっとくすって笑えたりとか、ムードメーカーとしてこう立ち振る舞える人にやっぱこう憧れるし、やっぱ見ててかっこいいなっていう風に思いますね。やっぱ今回もそうです。何回か共演させていただいてるんですけど、毎回思いますね。ちょっと余ってるけど、ごめんまだ45秒ぐらい。余ってるおしまいでいいですか。いやいやまだまだ。いやだけどやっぱだけどまあ前取材で何回も言ってますけど、その雰囲気のやっぱ良さですかね。日経エンタで毎回繰り返してるよ。1位になる時間稼ぎしてる感じ。時間が埋まんないから。あるでしょ。だけどやっぱそこはもう本当もう本当に好きなところですね。まさかのその90秒余るっていう。埋まんないです。大泉さんを褒めてても90秒埋まんない。俺の好きなところ90秒で。埋まんないです。ぶっちゃけもう20秒ぐらいで終わってましたよ。はいそこまで。ヤギラ君もっと時間足りないって言わないと、めっちゃ余ってたぞ。理想ですよね。いやもっと言いたいとこあったのにみたいな。もう終わりですかっていうんじゃなくて、うん、最後はもう繰り返して繰り返して繰り返し て, 繰り返して質問が良くないですよ。やめましょう。それは誰も出てこないわそんなの。いや誰もない。さあじゃあ続いてヤギラさん質問を選んでください。終わったら横に置ければいいの。はい、いやあのマスに。あマスか、はい、さあ で, すか。では質問どうぞ。初めてのデートコーススタート。これはね、これはね本当に、うん、本当恥ずかしいお話ですけどね、これもちょっとできすぎた話ですけど、実はたけしさんの映画でしたね。もう本当にバカみたいな話ですけど、なぜか知らないけどその男凶暴につきっていうのが私女の子と見に行って。何歳ですか。高校生とか中学か高校ぐらいですね。いやそんなだから15、16ですよね、うん、やっぱ当時たけしさんも絶好調じゃないですか。そうですけど何やっても面白いし何やっても話題になるっていう頃だから、なんか初めてデートしてなんか映画でも見ようかってなって、定番のね何見ようかってなった時に、ビートたけしが映画撮ったんだよなんつって、へえなんつって見てみようかって言ったら、もうひどい映画で。いや素晴らしい映画ですけど、デートで見る映画ではないですね。絶対違いますよね。はい、10代の男女が見るような映画じゃなくて、もう見終わった後もう暗くなっちゃって、もう誰も信用できないみたいな映画ですからね。そうですね。すっかり暗くなってね。はい、いやあれはあ、まあでも当時知らないから、あコメディーなのかなみたいな。思いましたやっぱりね。そっかそっか。またなんか今ほどこうなって情報に溢れた時代。そこまで。いや。なるほど。そういやなんかさ、いや君が楽しそうに俺になんか水を向けるから今俺ちょっと喋ったルールですか。九十五厳格にやらせてもらいます。はみ出ないという。さあ。今のはね、はい、なかなかリアルというか。うさあでは続いて大泉さん、2つ目の質問。嘘つきやすいと思ったら嘘ついてくださいよ、はい、じゃないと後で困るかもしれないから。はい、さあでは質問の方お願いします。まあ簡単といえば簡単かな。私の第一印象は私のことばっかりだな。好きだな自分のこと。スタート。これもう埋まんないよ90秒も。でこれこそどっちかチェンジでしょ。ねこれは聞きたいじゃない。こっちもこれは変えなかった。大した変わんないですよ。浅草キッドのは変えたかった。いや僕その第一印象ですからね。そう大泉さんと初めてお会いしたのが16歳ぐらいの時の映画シュガー&スパイス、シュガー&スパイスって映画を撮ってた時に初めてお会いしたんですけど、うん、そこ
での第一印象はやっぱあのなんかすごい演技について、うん、あの本当演技の薬があったら1億かけても買いたいよなって僕に言っていて、うん、あなんかすげえこんなに演技上手い人でもよく覚えてんな、あのすげえあのあ演技もっと上手くなりたいっていう風にやっぱ思わなきゃいけないんだってい う, もう僕もまずずっと思うんですけど、向上心がなんかやっぱそういう風に、まあ、ハングリー精神というかそういうものってあすげえ大事なんだっていうことを感じたんですよね。なんかそれ覚えてます？いや覚えてますね。あのいや僕が君に言ったそこまで90秒経ちましたんでいや俺喋ってんだろうでも90秒経ってしまったんですすいません。いや90ちょっと気になるとこなんですけどもね俺に聞いた時にもう砂ねえってもう本当に2粒ぐらいのとこで聞いたこれで紅白できます、ね、紅白なんか時間との勝負ですからねそうだけどさ司会者がむちゃくちゃなんだもん、はい、さあではさんそろそろね、はい、嘘つきたい頃だと思うんですよ。いきます。俺じゃねえ、俺が答えるのか。そうですそうです。せーの、どう中学2年の夏何してた。中2の夏、14歳かな。中2ですよね、うんうん、やっぱり俺かな。バスケットをやってましたね。え、バスケ部だったんですか。そうです、意外すごい、なんか全部嘘に見えてきたポジションは、え、ポジションは、ポジションですか。ガードですガードガード、あ、背番号、そっか、攻め背番号はあの4番です。え、キャプテン。え、4がキャプテンって知らないんですか。キャプテンでしたっけ。あれ基本的キャプテンじゃなかったっけ、バスケって。あ、そしたらあれじゃあ4じゃねえかな。あれ4じゃなかったっけ夏で、ね、うん、いやバスケットしてましたよ。バスケ部だったんです。中学の時、中学校の時3年間3年間バスケ部でした。大会とか出たんですか。もちろん出てますよ。どうだった成績は。弱かったです。うちは弱かったです。得意技は、ダンクシュートですダンクっすかそこまでこれでダンクシュートは嘘ですちょっと待って、ややこしい。そうなるとややこしいですよ。本当のことを言うときは嘘つかないで。あ、そうですか。バスケは本当。いや本当ですよ、本当ですよ。ちょっとややこしくなりました。ややこしくなった今キャプテンって呼んだのだったっけな、バスケ。まあいいや。では続いて大泉さん質問してください。ちょっとごめんなさい、もう僕に関する質問がないんでもうちょっと引いていいですか。いや、いいんです。もう私のシリーズはいいですよ。僕の妻をどう思いますか。いや、いいです。奥さんの印象あんま知らないいいですか。はい、どうぞ。僕もじゃあ自分の質問をぶつけちゃおうかな。何でも演じられる柳楽君が今まで一番難しかった役は何の役ですか。スタート。あ、そうですね。あ、それってもうテレビとか全然、うん、全部ですね。何でもどうぞそうですね。だけど今あの、ま、本当に塾講師っていう役柄を、はいはい、しかもその校長先生であの演じるっていうことで、まあ、セリフ量、自分のドラマの宣伝してませんか。いや、してない。いや、本当に難しい役だったんでしょう。というまあ、今も引き続きやってるからちょっと感じてるっていうのは正直。どこら辺が難しいんですか。まあ、セリフ量ですかね。ああ、そうか。なんかそのすごいなんていうんですか、説明セリフってこう独特の難しさがありませんか。難しいですね。なんか気持ちで覚えるのが難しいですからね。じゃなくてなんかこうしっかり覚えてやっぱこう伝えないとなんかちょっと間抜けな感じになるというか、やっぱり、まあ、それ俳優としてもなんですけど、なんかうわやっぱり難しいなって感じますね。現場で NG とかはどうですか。出ます。あんま出ない。今のところあんまり出てないんですけど、
だけどやっぱその今までやったことのない役柄で説明ゼリフが多いっていうところでやっぱり難しさをこう感じてるなって思います、はいはい、さあそこまで、うん、これで実は嘘でした簡単でしたって言ったら最悪ですもんねその今やってるドラマに怒られますよ全然簡単でしたっていうそんな嘘はないと思うそうですよね、うん、今の役ちょろいんすよとは言えないですさあでは八木さん質問お願いします、はい、今までで一番印象に残っている説教はスタート説教なんかされますそもそもまあ大人になってからないか子供の頃若い頃はい、はい、説教説教基本怒られないんですよね僕はあそうですか、でもまあ子供の頃と中学高校の時とかはありますよねさすがにいやーまず持ってないんですけどまああれかな父に言われた言葉で、うん、なんかその僕がこういろんなことをこうなかなか決められない相談した時に二十歳までの顔は親が作るけど二十歳からの顔は自分で作れとおー素敵お前が決めろっていうようなまあ説教というか、うんはいまあ、相談に答えてくれなかったってことは何かあります、ね、それどのタイミングで言われたんですかどういう時期に、まあ、僕がやっぱりそのこのままテレビで食っていくのか、はいうんはたまたまあその どうでしょうがやっぱここまでヒットすると思ってないから、うんうん、もう他の仕事をしなきゃいけないかってこう悩んだことがあって二十歳までの顔は親が作るんだとだけどそっから先は自分作るんだすげえいい言葉ですね、うん、それやっぱ今でも思い出したりしますまあそうですね悩んだ時にはねなんかお仕事する上で、まあ、珍しくあんまり説教そこまで長時間があるので申し訳ないじゃあ次の質問いきましょう、うん、聞くタイミングがおかしいよこの司会者ライトマンのいきますかねはいカラオケの18番はこれは嘘つきやすいはいスタートあの酒と涙と男と女ですね絶対嘘やろいや本当に好きでまあそれ僕習い事結構行くんですけど、うんうん、やっぱそういう習い事ってやっぱりまあ1年の終わりにしっかり納会みたいな、うん、あのみんなでまあ集まれる時集まってあのまあお食事して本年もありがとうございました、うん、その流れでこうカラオケ行ったりっていうこともあるんですけど、うんまあ、そうすると僕の世代だけじゃなくてあの、まあ、僕より若い世代もいるしあの上の世代もいるっていう中でその道場の先生が歌っててあの気に入ってそっから僕も歌ってるっていう、はあ、なんか意外とリアル嘘じゃないかもしれないちょっと一節いいですか、はい、一節歌ってもらっていいですかハハ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 ハ判断してくださいそれこんな歌じゃないもんだってえ忘れてしまいたいでしょでも酒は出てくるでしょ絶対酒あの歌出てきますか酒を飲むの、ね、その部分でしょそうそうそう今どう考えたって飲んでと歌うんですよこの歌はいやそれはもうクロートじゃないですど素人ですねそう歌うのそうです、ね、さあ質問いきますお願いします人生のターニングポイントはスタートまあでもやっぱり大学に落ちたことですね本当に大学に二浪もしちゃってそして大学入った時には要は
あの同級生は年下に浪しちゃってるから俺は、うん、でそうすると先輩には年下が、うん、先輩にもいる、はい、ということで、はい、なんかもうそのまんまなんかこう大学時代みんな大学生ってこういっぱい遊ぶじゃないですか、キャッ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 、はい、なんかその後輩と遊ぶっていうのも嫌だったし、それこそ年下の先輩から飲めとか言われるの嫌だなと思って、はいはい、じゃあ何もじゃあサークルにも入らずにじゃあ過ごすのかっていうとそれもまた腐っちゃうなと思って、なんかやんなきゃなと思って、今までこう笑いは好きだったけど人前で何かをしたことがなかったから、まあ演劇研究会、まあ本当はお笑い研究会があれば行こうかと思ったんだけど、もしくは落ち研とかなくて、まあそれで演劇研究会になった。でそのいやいや入った演劇研究会でステージに立ったらまあやっぱり楽しいし、でそのそこにはナックスのメンバーもいた。あ、いるんだ。安田健がもうすでにその鈴井孝之さんとの劇団。そこまで非常に気になるエピソードでしたが、時間がないので、なんだろうな、話したい俺にはすごいこう不完全燃焼だな。ちょっと90秒で入れてください。こっちだって気になるんだから、うん、その後どうなるの か、 い や、 だからいやいいじゃない、ちょっとぐらい話しても。ダメです、だって時間制限あんだから。はぁ、あ、聞きたかったのに。ではこれも最後の質問、もし嘘ついてないんだったらこれでつかなきゃいけませんからね。さあではお願いします。最後はこちら、最近いつ泣いた。スタート。最近泣いたのは、プライベートで泣いたことを教えてください。まあ、だから最近って言ってもそのまあ一番最後に、うん、最後に泣いたプライベート、うん、愛の不時着。愛の不時着はマジで泣きました。なんかもうなんかこうやってるとこびてんなって思われちゃうかもしれないんですけど、本当2020年のステイホームでやることなさすぎちゃって、もう本当にずっと家にいるじゃないですか。まあそっから僕もハマったんですけど、あのみんなのチームワークにだんだん泣いちゃったりとか、まあ物語の進む展開でどんどん泣いてって、本当後半に泣いたっていう感じですかね。なんかこのストーリーもう見れなくなっちゃうんだっていう感じで、なんかどんどん寂しくなっていって完全に感情移入していったというか。はい、そこまででございます、はい、さあというわけで質問すべて5つ出揃いました。お互い1つ嘘をついております。さあそれではお互いこの質問は相手嘘ついてたんじゃないかというカードを出してください。これかな、申し訳ないけど多分これしかないでしょ。僕はカラオケのお箱、そして柳田さんが中学2年の夏何してた。バスケ。バスケをしていったっていうところがちょっとやっぱ怪しかったかな。小泉さんはこれは、だって歌歌えなかったもん。酒と涙と男と女、酒って言ったもん。絶対おかしいでしょ、飲んでだから。誰でもわかるあの歌、ね、さあ柳田さんこれは。やっぱり、まあ、その劇団監督が突っ込んで、その背番号って、うん、やっぱり僕サッカーやってたんですけど覚えてるんですよ、うん、3番だったとか、うんうん、愛着は行ってくる番号だし自分の背中にずっと背負ってるので、うん、そこで4番って言った割に結構すぐあ違ったかってなったのは怪しいですよね、うん、さあ、はい、では嘘か本当かでは発表してください。せーの、本当。あら、 お互い本当、はい、あれ福山雅治さんとかもあの歌ってるのがネットに上がってたりして、そういうの聞いたりとかして。バスケ部も本当だったんですね。バスケ部本当です。中学校時代バスケ部です。ーガード。僕ね、あんまりバスケットのことよく知らないんですよね。3年間やってたのに。3年間やってたけど、なんかそのガードとかなんか、でも多分ガードだと思うんだな。あのね、下手だったんですよ。だからね、確かに4番って確かにキャプテンだった気するな、ね、だからそう考えると俺6番かもしれない。ギリギリだからレギュラーに慣れてないぐらいの。なるほどね。僕でも副キャプテンだったんです。え、副キャプテンだったのに。真面目だったから。練習に毎日来るけど下手くそっていう、うんうんうん、一番辛いやつですね。そうです。で3年生の一番大事なやつ。そこまで。いや、ちょっとなんか長くなりそう。ちょっと待ってよ。さあお互い外しました。うわ、これ
これ、いや、じゃあね、彼はね、つけずにね、最後まで嘘がつかなかったんだよ。で、最後に慌ててついたんだ。なるほど。僕これですかね。初めてのデートコース、その男凶暴につきって言ってたんですけど、まあ、もっと早くデートしてんじゃないかなって思っちゃいました。高校ぐらいって言ってたから。さあ、嘘か本当か、せーの、本当。ほら、これも本当でした。ちょっと時間がないみたいな。そうですね。じゃあ続いて、はい、で他にあります。これか、そうか、これか、俺の第一印象。お前嘘つきやがったな、この野郎。さあ、第一印象と忘れられない場所。さあ、これは本当だったのか嘘だったのか、せーの、本当。あら、ここまで当てられない2人います。そうでしょ。さあ、はい、次次、選んでください。じゃあもうこれしかないだろう。なんかもう、じゃあもっと難しい役あったんだ。今まで一番難しかった役、塾のやつね。で、今まで一番印象に残っている説教、あのお父さんのやつ。お父さん。さあ、これはどっちなんでしょう。無理だな、もう帰れないですね。あ、帰っていいですよ。いいんですか。はいはい。これは人生のターニングポイント、大学で二浪したっていう話かな。はい。さあ、それでは発表してください。せーの、嘘。ああ、当たった。本当。いや、やっぱターニングポイント二浪。本当。わ、本当で。僕は嘘です。ああ、塾の先生、やっぱりもう一番難しかったってなると、もう僕本当浅草キッドでした。ああ、まあそうか、苦労したって言ってましたもんね。本当に、やっぱ本当、本当だから、そうなんだ、やることもやっぱり多いし、漫才やってタップやって、漫才や、しかもそのたけし軍団の方だったり、まあ、もちろん、まあ、芸人さんとしてやっぱこう第一線でやられてる人たちがいるムードで、自分でこう漫才するっていうのがもう相当やっぱこう難しかったなって感じたので、まあ、一番って、今の役柄も塾講師も難しいんですけど、うん、一番って言ったらやっぱり北野武史役かなってやっぱ感じるので、これに比べれば今やってる役はちょろいと。ちょろくはないですよ。そうは言ってない。福田雄一監督さんっているじゃないですか、うん、それでいろいろ作品出させてもらった時にすごいセリフ量多いじゃないですか、福田雄一さんの作品って、うんうん、そこで僕結構説明セリフが多かったんですけど、その時福田監督が、ヤギラ君説明セリフうまいねって言ってくれたんですよ。それが20代前半で、結構そっからちょっとそれは自信につながって、逆に説明セリフがあると結構好きなんですよね。珍しい役者だ。だから、まあ、今回のも今回での説明セリフは結構好きだなって思いながらやってるので、なのでこれが嘘でした。はい、最後にやっぱりちゃんとこの浅草キッド絡めてくれる。いや、本当に全然言わないですね。浅草キッドの話だから、あ、これか、あ、これだ。今まで一番印象に残ってる説教、これ嘘だった。そうですね、僕は本当に父に説教されたことないんですよ。でもすごいいい言葉だった。これね、これいい言葉でしょ。これ何かって言ったら、うちの親父を僕一回水曜どうでしょう祭りっていうのがあって、はいはい、で1万人の前にうちの両親出したらどうなるかなと思って出してみたんですよ。そしたら俺が最後に、パパ、皆さんにちょっとご挨拶してって言ったの、うん、そしたらうちの親父が、私は金がね、息子にこう言ってましたって、うん、20歳までの顔は親が作る、うん、しかし20歳からの顔は自分で作れと、しかし私ここに今来て分かりましたって、20歳からの顔はこいつが自分で作ったんじゃないんだ、ここにいる皆さんがこいつの20歳からの顔を作ってくれたんですっつって、もう1万人の額、うわーって言ったんです。すごい、すげえ。ところが俺それ言われたことないんですよ。親父から、20歳までの顔は俺が作るから、うん、20歳からの顔は自分で作れなんて言われたことない。真っ赤な嘘、真っ赤な嘘、親父作る。なんでそんないい話で嘘つくんだろうと思って。思いついちゃったんだろうな。すげえな、親父はっつって。これは私勝ちましたよ。なんかもらえるんですか。え、なんかもらえるんですか。商品なんもねえのかよ。これいります。いらねえよ。大丈夫ですね。これ家でやんないですか。いらん、やれもやらねえよ。そこまで喧嘩なんだよ、こんなに。じゃあ帰りましょう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。なんももらえねえのかよ。北海道のなんか魚介とかないのかよ。散々食ったでしょ。